こんばんは。今まだ誰も見られておりませんが、今日も配信開始です。よいしょ、オンエア。はい、ランプつきました。今夜もよろしくお願いします。もうすでに出来上がっております。皆さんとはソーシャルディスタンスをしっかりと、取りましてやっております。まだ現段階ではこれを見ると誰も見ていないということが分かるわけでございます。はい。はい。で、こうやってやると、あかん、いかん、これはいかん。よいしょ。はい。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。ちょっと座高が高くなっております。はい。ちょっと今、チャットのやり方をみんなで勉強をしながらやっております。はい、ありがとうございます。待ってましたといただきました。ありがとうございます。今夜もどうぞよろしくお願いをいたします。河野さんが出馬会見をしたということですが、ごめんなさい、それはまだ見られておりません。はい。では新しくアップしました。このスタジオはどういうところなのかというのを皆さんに、知っていただくための動画も皆さんご覧いただきましたでしょうか。そちらをどうぞご覧くださいませ。あれ、これ音出ていないかな。ちょっと今技術的に絵は言っているようですが、音は出ていないですね。はい。それすると音を出すと、はい、回ってしまうので。はい。ラジオの若いスタッフが YouTube をやってる子もいまして、その子に頼んで作ってもらいました。もう還暦のおっちゃんには作れないセンスとテンポの映像でございます。何でもどうぞご相談くださいませ。はい。ってなことができるということですね。はい。そして、今日も皆さんのチャットを画面に出すためのことをやりますので、少々お待ちくださいませ。その間、ちょっと音楽でもお聴きください。ドン。喋っててもらうと全然構わないですよ。今日は、はい、何人かこちらに人がいますので、一緒に楽しもうとしております。皆さんのチャットが。
出るようにしますね。これでいつもの画面が作れましたよね。これで、はい。という、こういうことになってるわけです。で、はい、ありがとうございます。もうこのままの画像にしますね。よいしょ。はい、皆さんこんばんは。市川さんこんばんは。今日もありがとうございます。岡本さんありがとうございます。国さん、ナマズさん、前田さん、そして、徳島さんはこれ、なんていうふうにお読みするんでしょうか。はい、小川さんはこんばんもありがとうございます。まあこんな風にしてやっていくと、皆さんとこうチャットを通じて、もう顔めちゃくちゃ赤いのは分かりますよね、これね。そうですよね。はい、本日はこちら、おかずセットを買ってきました。はい、これをすみません、食べながらやらせてもらいます。ありがとうございます。150円投げ銭が今なされました。中辻さんという方ありがとうございます。できましたか、できましたか。そういうことなんですよ、投げ銭っていうのは。面白いでしょ。うん、本当はだからここで松井さんとかとやるときにこう投げ銭で松井さんに投げつけていただくと、松井さんたちがすごく大喜びするであろうというお話なんですけどね。はい、ほら、市川さんからナイススパ中辻さんに届いております。そういうふうにこう、お互いにこう、あ、乾き物よりもね、そうですね、ここなんかね、近くにあるお弁当屋さんで手作りでやってはるところなんで、切り干し大根、うん、
今日もよろしくお願いします。オリアンさんっていうか、よろしくお願いしますって言われるほどのことをここ数日全然やってないんでね、ただただ飲んでいるだけっていう。あ、ありがとうございます。イエイイエイ、250円、ありがとうございます。そういうことなんですよ。高田先生、ありがとうございます。そうなんですよ。で、アップルで決済してるから、うん、結構アップルが持ってきます。なんですけどね。今日は実は、お仕事の打ち合わせっていうか、はい、関係のある方が来られておりまして、ソーシャルディスタンスをしっかり保ちながら、はい、今みんなでアルコール消毒をしているところでございます、うん、なるほど、そういうこと。アップル ID を、私はお金投げてもダメですよっていうか、本当はお金投げたら直で来ますから、どこも中抜きせずに、そうなるわけですけど。まあそういうことですよね。専用のソファー、いやあんまりね、あんまり心地よく、あ、ありがとうございます。入りました、入りました。若干タイムラグありますけど、そうなんですよ、こうやって、はい、市川さんはもう間髪を入れずナイススパを、ナイスパ、え、スーパーチャットってですね、スーパーチャット。今夜も皆さんいつものように晩ご飯何食べれるかをチャットしてください。別に投げ銭しなくても参加していただくて大丈夫ですから、ご安心ください。楽しく飲みましょう。今日は言っても鼻筋ですから、鼻筋って言わないですよね、もうね。阪神は1対1のままですかね。晩ご飯魚、小川さん、はい、魚は魚でも何ですか。巨人が負けてる、巨人が1、あ、阪神広島5回、5問で1-1、ソフトバンク4-3-0、オリックス西武6-0、はい、オリックス西武6-0、まあ今これでよいしょ、阪神やってるのにわざわざ BS1 で日ハムとソフトバンク見る必要もないですか。でこうやってここで大きい画面で阪神戦を出してると前で人々が見ているっていう。鮭のムニエル、いいですね、鮭のムニエル。鮭のムニエルは、
タルタルソースですか。これ松田ですわ。松田ですわ。味の素の餃子は美味しいですよね。ねえ。なんでですかね。まあ、大阪おろしも美味しい。さすがに毎日同じようなことやってると視聴者数が減ってますね。え？あんまり酔っ払わないうちに言っときますけど、明日すごい大事な話を配信しますんで、こっちのチャンネルじゃなくて、あの小森スタジオの方のチャンネルでやります。あのほんまに真面目な話、あの後でも構わないんで見てください。子宮頸がんワクチンのことを産婦人科の先生に聞きますんで、これはあのめっちゃ大事なことですから、あの朝日新聞が変なキャンペーン報道したこともあって、怖いもんやっていう話になって、まあ、確かにそういう例はあるんですけれど、あの打っといた方がいいです。それはそれについては明日あの飲まずに、その先生も実は飲む先生なんですけどね、飲んで言うと、はい、出会ったのは飲み屋です。緊急事態になってない時に知り合ったジョイさんなんですけど、明日はもう7時からです。午後7時です。朝7時ではないです。ああ、鼻金だからみんな外食してるんですかね。どうなんですかね。その今度やられるそのジムのなんかコンセプトっていうか、なんかあのまたあのいや顔を出さずに今度ほんまにやるときはちゃんと言うんで、今なんとなく声の雰囲気だけ言っていただいたら、パーソナルトレーナーのちょっと新しい職場じゃないですけど、オフィスとジムを兼ね備えたような、パーソナルトレーナー、そうですね。パーソナルトレーナーって皆さんご存知ですか？パーソナルトレーナー、まあこうやって、まあ、反応があるのにだいぶ時間かかりますからですけど、うん、でパーソナルトレーナーを全然知らない人に一言で説明するとどうなるんですか？ああ、なるほど。なんか体の問題を解決する人っていうのは、うん、一番一言で表すと、うん、その言葉になるかなと。はい、その体の問題っていろいろあるじゃないですか。そうですね、うん、だからトレーナーによってもその、うん、一番得意な仕事は多分異なると思うんですけど、はい、いわゆるそのダイエットが得意な人だったりとか、うん、またはそういう肩こりだったり腰痛だったりを改善するであったりとか、はい、それぞれのそのテーマごとには分かれるんですけど、うん、やっぱりそこの分野に対しての何か問題をこう解決できるというところが、まあ、一番仕事としての役割になるのかな。なるほど。あのもちろんその医師法とかその免許の問題とかとは違うんですけど、お医者さんって一言で言ってもまあ医師免許はあるんだけど、産婦人科の先生もおりゃ整形外科の先生もおりゃ外科って言っても、そうです、ね、脳神経外科がありゃみたいな、
そんな感じですかね。なんかトレーナーイコール前、どうしてもやっぱり数年前にちょっといわゆる短期間でのダイエットをしましょうみたいな感じのが流行ったので、はい、ダイエットのイメージが強いとはいえ、やっぱりそれぞれ皆さんの抱える悩みというのは違うので、うん、それぞれの悩みに対して、やっぱりお医者さんができないところのサポートというところが、はいはい、トレーナーの仕事かなと思います、ね。なるほど。まあ、それはどう言ったらいいかな、ちょっとこれは、まあ、揶揄するように聞こえたら申し訳ないんですけど、その健康のためなら死んでもいいぐらいの人とかもいてはるじゃないですか。なんかそういうマニアックな人っていうか、僕らもその 42.195 キロ走るなんて、もうそんなことありえへんと思ってきた、アベベスと君原しか走られへんやろと思ってきた人間からすると、そこになんか一生懸命するっていうのは、まあ、僕も体に問題は抱えてますけど、なかなかないんですけど、どういうことをこうなんていうか相談をして、まあ、その人によってあれは違うんでしょうけど、パーソナルトレーナーにつこうとしはるんですか。それ僕自体でトレーニング指導もするんですけど、うん、資格としては鍼灸師なんですね。はいはいはい、はいはいはい、うん、だからそういったバックボーンがあるんで、うん、お客さんとしてはやっぱり腰痛であったりとか、はいはいはい、膝の痛みであったりとか、ちょっと痛みを抱えている方に対して、はい、その痛みが何で起こったのかだったりとか、うん、その痛みを具体的に改善する方法っていうところを伝えるのが、うん、まあ、僕としては一番得意なところになるというわけです。これもパーソナルトレーナーの人にが来てはるんですけど、なんとなく声聞こえてます？聞こえて、ちょっと、ね、マイクが、うん、でも両方聞こえなくなるとあれかな、うん、なんとなく聞こえてたらいいなと思うんですけど、そうか、でも、必ずしもあれですよね、その鍼灸師とかを持ってはる人らばっかりじゃないですよね。そうですね、逆に言ったら、僕みたいなパターンはあまりかもしれないですね。はい、うん、僕は毎月1万5千円ずつ10年以上ずっと本当に何も言ってへんところに払い続けてて、去年、はい、去年コロナでもうほんまにありがたかったんです。僕だから痩せられたのはコロナで緊急事態宣言で飲みに行けなくなったことと、あと踏ん切りをつけて、まあすみません、東急スポーツオアシスなんですけど、西武田にあって、はい、会社から近かったから、ずっとなんかこれ払えへんようになったらなんか自分はダメになるんじゃないかっていうふうに思って、で多分ね、年に2回ぐらいサウナだけ入りに行くぐらいの、どんだけ高いサウナやねんっていうね、1回9万円のサウナってどんだけサービスしてくれんねんと思う。それを多分番組始まってすぐに多分入ってると思うから、10年以上やり続けて、とうとうやっぱこれはいかんと、うん、思ってやめました。でもそんなとこにいてはんのもなんかパーソナルでやりましょうとかって書いてありますよね。あ、そういつでね、スクラブでもパーソナルトレーニングありますし、もう今最近ですとやっぱりパーソナルトレーニングジムっていう、もうその専門のやっぱりジムを出し、はいはい、構えてる人が多くなってるんで、うん、やっぱそうなるとやっぱその店のコンセプトが出てくるので、うん、まあ、いわゆるそのダイエットしてボディメイク、体を、ね、もう気にしてますみたいなやつから、はい、まあ、腰痛とかそういう膝痛とかそういう不定愁訴のこう改善のために、うん、こういわゆる機能訓練でですかね、はいはいはい、どうしてもこう病院で治療という段階と、うん、そこから先ってやっぱりこう機能の改善をしないといけないので、うん、体の、まあ、歩き方とか階段上り下りとかそういう日常の動作ってやっぱりその、はい、動きなので、その機能のこう改善をしていかないと、うん、まあ、機能の悪いままその日常生活を過ごすとやっぱりまた同じようにこう腰や膝が痛くなってくるんで、かばったりしますもんね。それを、まあ、
動作を改善したりとか、うん、もちろん必要であればその筋力を向上したりとかして、うん、まあ、それでこう再発しないようにとかっていうところでこうカバーしていくっていう、まあ、そういうのを指導するトレーナーもいるので、まあ、そこはもう本当に目的に合わせてトレーナーを選ぶっていう時代に今はなってきてるかなっていう感じですね。はい、いや、おっしゃってることの意味はすっごく分かった上で、でもなんかそこまですんのんって思う部分ってなんかね、多分あの我々が喋り手として、いや、それはビダコ、そこはビダコンだよって言われて、別にビダコンでなくてもいいやんみたいな、なんていうか、あのなんか、うん、だからそういうののそう底辺を広げていって、よりみんなを幸せにするためにはどうしていったらいいですかね。ちょっとしたことで全然違うわけでしょ。きっと本気でやる人は本気でやりはったらいいんですけど、そういう細かいところの話が出てくるのって、ちょっとやっぱりトレーニングやり始めて数ヶ月経ってからぐらいで、あ、そうですか。へえ。最初からの方ってなんとなく、そう、周りと見たら体型が気になるであったりとか、はいはい、なんか話聞いてるとみんなが腰痛い、いや自分も腰痛いなんか、うん、それで悪くなって病院行ったら多分ヘルニアだったりとか、うん、なんか半月板がみたいな話を聞くからちょっと恐怖心があって、うん、それになるまでにちょっとどうにかしたいなっていう、すごいざっくりした形なんですけど、うん、やっていく中でお客さん自身もちょっとこう知識であったりとか、うん、実際そういうやっていく中での何か経験であったりっていうのがついてくると、やっぱりもうちょっとこうなりたいとか、へー、こういうふうにしていきたいっていうのが、まあ、やっぱり人間なんでちょっとずつ欲は出てくると思うので、はい、なんかそういうところで最終的になんかこっちが思ってるところに持っていければ、うん、いいかなと思うんで。なるほど。これちょっとまあ今日はもうあの最初始まった時点から僕酔っ払ってるんで、改めて酔ってないところでちゃんとここで話してくださいね。うん。あと今あのちょっと待ってよ。あ、若い頃脊椎分離症、ちょっと画面変えますね。はい。阪神は1対1のままですから、はい、スポーツトレーニング、はい、こういう方にはどう、分離症はでも結構多いですね、うん、なんか言葉で聞くとなんか脊椎分離症って言われるとなんかすごい恐怖心があるんですけど、まあ、高校生頃に多い話、あ、そうなんですか。疲労骨折ですね、激しいスポーツを結構、まあ、骨がまだこう完成してない状態で、野球とかそういうのに打ち込んでたら、うんうん、なんでプロ野球選手の6割ぐらい結構分離症あるっていうふうに言われてるぐらい、まあ、結構 ポピュラーといいますか、はい、割と若い頃からハードにスポーツに打ち込んでいる人は割と疲労骨折でなってることが多いですね、うん、ただまあこれ自体はその疲労骨折してても、うん、ある程度こう筋力とかそのスポーツをしてる間は、筋力があるんで、はい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 、出ないんですよ、手に。で、例えばこう引退するとかスポーツやめちゃったってなって、うん、筋力が落ちてきた時になんか腰痛いなってなったら、まあ、分離症ですねってなるんですけど、それはもう筋力低下が問題なんで、じゃあもう一回じゃあ体幹の筋力鍛えましょうとかで、うんうん、まあ、リカバーしていくっていう形でやることが多いですね。はい、今体幹っていうあの言葉が出ましたけど、うん、まあ、今割に一般的じゃないですか、はい、で、まあ、なんとなくのイメージは分かるんですけど、はい、僕らが子供の時体幹なんて言わなかったですよね、まあ、はいはい、薬師丸ひろ子が体幹は言いましたけど体幹は体幹もまあ言い方としては最近ですね、あれって一体何なんですか、体幹って。まあ、体幹でも、まあ、場所的な問題なんで、うん、その胴体の中でもそのいわゆる腰部とか腹部とか、うん、もう本当にコルセット巻く場所、はいはい、あの辺をもうイメージとしては体幹って思ってもらったらいいと思うんです。その縦筋じゃなくてあの、うん、そうです、
帯の部分ですか、はい、まさにその着物着た時に帯巻くようなところ、はいはい、でその部分がいわゆるその筒になってる帯状の部分が弱くなってくると、うん、その背骨がグラグラするん で、うん、でそこに今その若い頃に疲労骨折で分離とかがあると筋力が弱くなるとこう不安定になるので、はい、痛みが出るってことです。だから筋力があるうちはそれがもう体幹もガシッとしてるんで、はい、まあ痛みとして出てこないんで、うん、気づかないっていうだけですよね、うん。皆さんがやられるのの、まあ、それでいうと例えば16歳の高校生の子がいやもうそう問題抱えてるでしょうし76歳の人も問題抱えるわけじゃないですか。でどっちかというとその年齢いく方がいろんなこと出てきますよね。でまあそれは先生によって違うとは思うんですけど、どのあたりの年齢層の方との話になるんですか。まあまあでも僕今まで見てきた人は本当に高校生もいれば、うん、80歳ぐらいの方まで一通り出てきてるんで、うん、まあもう本当にどっちも出ますね、うん、はい、スポーツを打ち込んでるから出るっていう問題もあれば、うん、まあ年齢いわゆる加齢変性によって、はい、まあ現れるみたいなところがあるんですけど、うん、まあ、やっぱり加齢変性の場合は45歳以降って基本的に筋肉量というか筋力が相対的に低下するスピードが上がるので、はいはいはい、まあ、そこをこう低下を緩やかにできる人と、うん、まあ、低下が早くなってる人ですごい差が出ちゃうっていうところで、だって20歳でのコラーゲンの量を100とすると、はい、5、60代になるとなんと半分以下ですよ。だからって言ってね、まあはい。まあでも実際40歳と70歳でも下肢筋力って半分になるので、ああそうなんですか。なので40代の時に片足でこうスクワットというか立てないと、はい、70になった時にはもう両足ね、ええー、みたいになるんで。あ、そうなんですか。椅子からこうやってこう片足をね、はい、40代の人が立てないってなるともう70になった時にはちょっと足やばいんちゃいますかみたいな話になるんで、ちょっと 今ここはやめときますわこう、じゃあ今度ちゃんとほんまにちゃんとやりますわ僕全然ほんまに体ダメなんですよ。でしかも言っても100キロあるっていうことは約 0.1 トン超えてるっていうことは それはね、それだけまあ筋力いるっていうことじゃないですか、うん、ねえ、それは困りますよ。だって僕を介護する人大変ですよねえ、だから最後までちゃんと元気におれへんかったらねえ、なので最後は自分の足でそうですよね。ねえ、あゆみのゼリー根の力、はい、CM やってますけどああなるほどね。ちょっと待ってください、ケンさん、やっぱり脊柱管狭窄症で整形外科に通院して2年、何なり聞くことあったら言ってくださいよ。本日無料で聞いていただけますから先生がここに今、先生とその先生とそして単なる酔っ払いがおりますので
いや、あ、そうですか。あ、ちょっと待って、話しかしてほしい。ちょっと変えてみます。よいしょ。本当や、2対1。どのようになったの、どのようになったんですか。うん、大瀬良のお尻にめっちゃ土ついてますね。で、本当ですね。え、スライディングしたっていうことか。ごめんなさい、ちゃんと見られてなかったんで。あかんな、やっぱりトイレとかってお客さんの前で言うとあかんな。もっとなんか百貨店みたいに、何でしたっけ、なんか百貨店によって違うらしいですよね。なんとか行ってきますみたいな。ねえ。ええ、実は僕、広島出身でして。ああ。広島ファンなんです。え、広島のどこですか。広島の昭和だってとか。はいはい。はい。はい、そこ出身で。ええ、まあ、大学でも関西に出てきて、はい、そのままずっと仕事はこっちでも、ええ、結婚もしてこっちでずっと住んでるんで、うん、もう広島よりこっちが長いんですけど。ええ、それは大事です、やっぱり。広島出身で。それは、うん。こんなにいい球場ができて。ねえ。昔の市民球場は市民球場ですからね。ねえ、平和公園のちょっと前で、はい、ほんまにね、こっちで言うたら日生球場とか ね、大阪球場とかね、あんなところが、ほんまにね、僕まだだから行ったことないんですよ。あの、新幹線から見えますけど、なかなか取れへんでしょ、はい、あ、そうですね、ここ、これできてたら本当ね、チケットがよく売れて、そうなんですよ。わあ、すみません、あのす。めちゃくちゃいい球場ですね。うん、見やすかったですし。あの、広島行くと、新幹線のね、車掌さんの車内放送の研修を何年かやって、はい、で、広島のをベースにしている車掌さんの時もところも行ったんですよ。新大阪だけじゃなくて、で、あの、皆さんどこでお好み焼き食べるんですかと言って聞いたら、まあ、とりあえずそのお好み村とかそんなんはもうそれはもう申し訳ないけど、あれは観光客向けで、まあ、駅のところにあるのも違うというので、で、広島の駅から、西の方へ行って、で、ちょっとあの高架というかがあるところを越えたところの一角に、もう古いなんか、まあ、別に遊郭じゃないですけど、あの、飛びたみたいな、その昔ながらの一角があって、で、そこにあるお店が、自分ら車掌はよく行ってますっていうので、何やったかな、場所は覚えてるんですけどね。おたふくはソースの名前ですもんね。大福やったかな、なんかそういうところがあって、で、もう広島行くとは必ずそこへ行って、で、誰かにが広島行くって言ったら必ずそこ紹介するんですけど、そしたらもうみんな喜んでくれはるんですよ。うん、それはありますよね。それはそうですよね。うん、焚き火とか、そうね、お好み村はもう完全に、はい、ね、まあ、そのね、時間のない時にね、駅でちょっと食べてとかいうのはあるから便利は便利なんですけど、満塁やん、満塁やん。いや、はい、いや、トイレに行くっていうのを、トイレに行くっていう言い方をせんと、ここ独特のなんか違う言い方をせなあかんなと思って、もっとなんかスマートなね、スマートかなんか分からへんけど
ストレッチは筋肉の大きさを意識しながら数十秒かけて息を吐きつつゆっくり伸ばせと教わりましたっていう今書き込みがありますが、あ、そんなん言うてる間に今ヒートで、ね、あら、あかん、また大事なとこ見てへんかった。どうなんですかね。大きさ、まあまあ、あの息を吐きながら数十秒かけてっていうのは基本的なやり方、はい、まあ、おおむね合ってるんじゃないかなと思いますけど、うん、はい、おおむね合ってるそうです。合ってます、大丈夫です。こんにちはさん、おおむね合ってるそうです。はい、合ってます。ストレッチも難しいですけどね。ストレッチもね、難しいけど、まあまあ、おおむね合ってるでしょうね。大きいの大きさをっていうのはちょっとよくわからない。まあまあ数十秒かけて息を吐きながらゆっくり伸ばす。まあこれは当てる。でも数十秒も息吐いてたら死にません？まあ、まああの吸って吐いて、あそこまでこのリズムにはなると思うんですけど、はい、確かに吐き続けてことだ。そうですね。はい。長くても10秒ぐらい。まあそうですね。まあロングブレスで、まあ僕らまあ言うてもね、腹式呼吸でそれなりにできるはずなんですけど、あ、でもできてへんって言われたな。喉痛めた時にめっちゃ大阪のそういう音声の声帯の権威のところで病院へ行ってで言われて、あなた腹式呼吸ができてませんねって言われてすいません先生、僕あの30年ほどこの世界で仕事してきてたんですけどできてないですか、勉強していきますかって言われて、1回30分5000円のあのまさにパーソナルトレーニングを受けて、で次の予約の時に先払いなんですよね、ドタキャンされたからね、で予約していくんですけど、その先生は出てこなくて、おばちゃんの先生と若いお姉ちゃんの先生がいて、若いお姉ちゃんの先生の時はね、30分5000円でそんなね、いろいろ教えてくれて、またその若い子は、あ、いいです、あ、そうそうそう、それです、それです、あ、もう一回やってみましょうかって言うんですよ。でおばちゃんの方は違いますって言うんですよ。ええ、ほんなんね、そうですね、そういうの大事なところで、なとこですよね。まあフィットネスでもやっぱそれはあるかもしれない。いや、僕らは世界も一緒ですよ、本当にね、ダメ出しばっかりするやつ、はい、それダメですよ、ほんと褒めて伸ばすね、やっぱりね、通いたいとはなかなか思わないし、はい、でもまあ結局行かなくなったんで、これ面白いもんで、結局行かなくなるっていうことは、まあ、あのサブスクでないですけど、行かなくなるっていうことは最後に予約した30分5000円を行かなくなるわけじゃないですか。はいはいはい、ここでもう今日でも僕はいいですということってまずなかなかないじゃないですか。いや、まあ向こうも時間取ってはるから、予約してるから、そらそれなりにそらね、手当てをせんとあかんのですけど、ってことは最後は必ずそういう終わり方になるですよね。申し訳ないですでもショックでした、あの腹式呼吸ができてへんって言われたのにはうん、小森さん悪い顔してますね、ありがとうございます褒め言葉をいただきました、ありがとうございます。その褒め言葉を言っていただいたということはスパチャお願いします悪いこと言ったらスパチャ、ええこと言ったら無料、それは別にいいんですけど、このおかずセット480円結構いいな、これ全部食べきれないですわ今。
ギターはまだやってはるんですか、はい、あの、だからギターはですね、まあ、あの亡き親父に買ってもらったヤマハの、ここ入学祝いに買ってもらったやつは家にまだあのあるんですけど、あと大学時代にアメリカバックパックで行った時に買うてきたマーチンのやつ、あごめんなさい、ありがとうございますナイス、ナイスパチャ、これ悲しいですありがとうございます。本当にそのギターの話ですけど、まあ、ここあの上に大家さんが住んではるんで、そのあまりね大騒ぎしたらダメなんですよ。でも、まあ、上でお孫さん走り回ってるんで、その足音は聞こえてくるんですけど、まあそれは別に、まあ、お互い様なんで、僕がここで「やったー！」って阪神さよならとか言う音も多分聞こえてるんで、まあ、申し訳ないんですけど、で、何の話でしたっけ、ちょっと待ってください、パーソナルトレーナー、僕は来ましたああはいびっくりした、なんか質問があったの、はい、質問について、また今日来ていただいているお二人にはあの改めてちゃんとここでお話ししていただく機会を取ろうと思いますし、今日言うときますけど、僕はあのあれですよ、てんこ盛りで7時58分18秒で終わりじゃなかったですからね、8時からハムモラさんの番組にも出してもらいましたからね。あ、そうそう、ギターの話、ギターの話で言うと、あのあれがあるんですよ、あのエアギターじゃなくて、あのサイレントギター、それだとヘッドホンして皆さんには聴いていただいてできますんで、今度また持ってきておきます。モーリス信子さん、モーリスですか、モーリス持てばスーパースターも夢じゃない、ねえ言いましたよね、うん、あ、ラジコで浜村さん来ました、ありがとうございます。あ、こんにちはさん、勉強になりました、ありがとうございます。え、黒田さんや山ひろさんのゲストに来ていただく予定はないんですかって、それはここにですか、あの、まあ、またもちろんご縁があればあの来ていただけたらと思いますし、言ってもここ天禄なんで、チャチャイレマンデーの収録あと10分あればこう来られますんで あれ、またピンチ？ランナー1、2塁？ああ、黒田さん、釣りね。最近ほんまによう行ってありますね。特に淡路島の方とか、よう行ってありますね。おー、
じゃあ小川です。で、ラジオにも出て喋ってほしいっていうのは誰に何をということですか？この今日のパーソナルトレーナーの皆さんにラジオに出て喋ってほしいっていう、そういうことですかね？先生らに。東野さんの降臨もあります。いや、考えてみたら、だから僕言ってもダウンタウンのお二人とか東野はまた違いますけど、あの言うても4時ですよだメンバーですからね。うん、3ヶ月でしたけど、いやまあね、見ても僕タレントさんとかじゃないんで、アナウンサーでもないし、足離れてるセーフ、あ、亀ちゃん、そう、亀山夫妻ちゃんとね、一緒にやってたんですけど、あ、おかずセットもう食べてしまってるんで、あの、だいぶ、タイムスライダーで元戻していただくと、まだ食べてないところが見えると思うんで、はい。同時セーフやな。そこだけは野球人としては審判が言うたら正義だね、うん、いろんな意見もあると思いますけど、二流は正義でしょ、いや、二流は正義です、あれは、はい、もうあれがいっぱいいっぱいですね、うん、僕もあのショートやったんで、ああ。って言われたらそれまでだ、ね、あ高津のり子、はい、パーソナルトレーナーの妻です、奥様、さすが早い、奥様から奥様降臨、あ、かけたね、なんか登録できへんのだけど最近あの駅ビル、まあ、今日も行ってはいますが、あの基本こちらの準備でバタバタしておりまして、はい、あの天禄にいることの方が多いです、すみません、申し訳ないです。ちなみにあのこの辺で食べてる、まあ、今日もあの理科食堂っていうところの、あのカレーをアップしましたけど、インスタアップしておりますんで、そちらをどうぞ、はい、見てください。アウト、おー、アウトだった、へー、リプレイよっしゃー、へー、ボールが入りましたね、なるほどね、うん、すごいね、リプレイがあるから、ね、草野球にもつけてほしいんですけどねもし、じゃあいただきます、よいしょ、もう完全にあのうちの社員が恐れていた事態ですよね、久保さん、ここでこないして仕事してていろんな人がやってきて、その今まだ緊急事態宣言やから店もね、開いてへん、まあ開いてるとこもありますけど、やけど
そら夕方晩に打ち合わせなりフラッと来た人に誘われたらそら行くでしょうと。せっかく痩せてきたのに、せっかく十何キロ痩せてきたのに、そらもう飽きませんよと。歩くのが辛いのですが、何か対処法はありますか？葛城信子さん。はい、そうですね。さあ、瞬間制約その通三頭はって言ってバンバさんが言ってありましたけど、グルコサミンもそうですけど、何なんですかね、これね。何分歩いてるかですね。何分歩いてるか。時間がもしかしたらその頑張りすぎてるかもしれない。頑張りすぎてもあかん。あ、今までそのいわゆる運動の習慣がない方が、運動の習慣のない人が突然やろうとすると、はい、どうしてもハードには感じる。なるほど、ゆっくり、まあ、最初5分とか10分でも全然いいかな。はいはいはい、5分から10分でもいいんだそうですよ。うん、それから慣れればちょっとずつ伸ばしていくっていうのが、うん、あの理想的かな。なるほど。あの、まあ僕もこれ、この時計が、まあ、万歩計は商標登録やから言うとあかんですけど、歩数計になってて、でもまあ歩数計という言い方だとなんかあれやから、やっぱり万歩計になるじゃないですか。なんか万歩いてへんと万歩計じゃないみたいな感じありますやん。1万歩みたいなのね、ありますよね。ね、いや、まあ確かにそうなのかもしれへんし、でコラーゲンは1万ミリグラムだしみたいな、まあ、あるんですけど、そうすると最初に、うん、まだ準備ができてへんのに頑張ってしまってっていうところがあるんですよね。まあ、ちょうど僕のジムに来られる方も運動初心者の方が多いんですけど、はい、やるって最初はすごい気持ちが高ぶって、ああそうですね、最初はね、やっぱりそういう方ほど三日坊主になりやすいというのはあるかなっていう。はいはいはい、やっぱりちょっとハードル下げて、ね、食事と一緒じゃないですけど、ちょっと腹8分目ぐらいの、うん、ちょっと余裕を持たせるぐらいで続けていく方が、やっぱり長く見た時には続けやすいんじゃないかなっていう。なるほどね。まあ人生は短いでもあるけど、まあでも長いじゃ長いですからね、その間にどうするかですよね。で、逆にそのお客さんからそのトレーナーの仕事をしてる人、うん、毎日トレーニングしてるみたいな、そりゃそうです、印象を持たれてることもある。そりゃそうです、当たり前じゃないですか。もう大谷かっていうぐらいと同じでと思いますよ。でも僕も一応仕事はしてるんですけど、トレーニング週 2,3 日ぐらい。週 2,3 日ですって。あ、そうなんですって。まあそれはもちろんトレーナーさんによって、中にはそのコンテストとかに出られるトレーナーさんもいらっしゃるんで、ね、それはそのまた目的になるかなってところですけど、はいはい、正直僕はその美味しいご飯と美味しいお酒飲むために健康維持のための、はい、おいしいご飯とおいしいお酒を飲むためにパーソナルトレーニングをしてる。今この YouTube を見ているあなたと一緒です。そうですね。正直そこまでストイックな人間だとは思ってはないんで、うん、でもやっぱりそのある程度やっぱ食べるようにするんだったらちょっと動いておかないといけないかなと思って、はい、でも早くも二十歳の頃からもう7、8年になりますけど。体型あまり変わってない、はいはい、で今の生活で変わってないっていうのがあるんで、うん、だからそういうような生活を先に定着させる方が大事なのかな。なるほど。これ今あの声だけ聞こえてて、あのちょっとだけ顔出しても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。まあちょっとカメラをそっちに向けてすれば、あの、いや、どうぞ、そこ座ってください。座ってください。このカメラを、そっちに。なあ、あの、多分チャットするときに、なんかめっちゃイメージできるじゃないですか。コメント来る、うん、コメントを拝見してなかった。コメント結構来るね、これ。知ってますか、ええ、コメント
ちょっと待ってよ、今。はい。そうですね、本当ですね。コメントが結構来ていますね。はい、うん。よいしょ。はい。いや、下見てる場合じゃないですよ。今もう映ってますよ。ほら。あ、本当。もうお前。ちょっと待って。するの慣れてない。恥ずかしいですけど。よいしょ。こうすればコメントと。おお。イケメンですねってまたそんな調子に乗りますよもう。本当に。はい、さあそれではどうぞ皆さん質問してください。ここからは質問タイムです。いくつか聞くんですかね。奥さんから聞きます。はい、いやそちらはまた別のこの先生のさらに先生なんで丸っこくなってますね。はい、はい、どうぞ。みんな男前やな、言ってるな。こういう時しか言われない。ありがたい、それしか。面白い、質問が来る。はい。これは一応アバターですからね。はい。ちょっとマイクももう向こうに向けておきますね。はい。優しいお方ばかりですね。コメントすごい、ハイフォンやね。コメント入ってますね。すごいな、すごいですね。携帯見ないほうがいいか。携帯見ないほうがいいか。コメントでもあれですよね。腰に無理ない、これ。あの、会員になるやったらまだ皆さん紹介しますからね。はい。はい、どうぞ。膝に無理のないトレーニングは、スポーツ経験は、パーソナルトレーナーになるって大変でしょう。腰に無理ないトレーニングですね。あ、腰、まあ、僕も腰痛をそもそも持ってた人間なんで、あの高校時代野球やってたんですけど、あ、ちょっとスポーツ経験も、ね、重ねなるんですけども、5歳からずっとも野球一筋でずっとやってたんですけど、高校時代にもうコルセット巻かないとプレーできないぐらいの時があったんですけど、ね、すごい難しいんですけどね、腰に無理がないっていうのも。でも僕がやった中ではやっぱりすごいざっくりにあるんですけど、体のバランスっていうところですかね。やっぱりどこかに一つの部分に負担がかかってしまうと、やっぱり腰であったり、まあ、それ膝であったり肘であったり、いろんな関節のところに、ね、何かしら影響が出てしまうんで、やっぱりそういったところの体のバランスっていうところを取るのが大事ですし、僕も普段お客さんの体を見るときにはそこを一番気をつけている部分ですね。なかなか言葉でちょっと伝えるのは難しいんですけど、はい、そういうところですね。もうどうぞ、僕今こっちでこう食べて飲んでしてるんで、どうぞそちらでやってください。ね。ね。まあ、結構きますね。パーソナルトレーナーになるのは大変でしょう。大変、いや、トレーナーになるのは多分簡単といえば簡単ですよね。あの、資格自体は、正直に話すると僕自身もトレーナーの資格って持ってないんですよね。資格で言うと鍼灸師になるんですけど、あとはその体の仕組みっていうところを知っていて、でその方の悩みであったりとか問題を解決できるっていうところが僕は一番大事になるかなと思うんで、まあ、あとはやっぱりそこのなるまでは簡単ですけど、そこから自分がお客さんに対してどうしていくかであったり、まあ、自分自身がどういったトレーナーになるかというところがあるかないかというところが大事かなというふうに思います。あとは痩せてるのにお腹ぽっこりですか、原因あるんですか。ああ、痩せてるのにお腹ぽっこりですか、これは難しいです。内臓脂肪ですね。そうですね、筋肉を気をつけてください。そうですね。まあ、やっぱりトレーナー種って痩せたいという方が多いんですけども、まあ、まあ、やっぱり食習慣というところが正直大事にはなるかなと。でそこはトレーニングとはまたちょっと別のところにはなるんですけど、やっぱり指導をしてるっていう点では、
ぱりそもそもの体が例えば脂肪が燃えやすいであったりとか、まあ、太りにくい体になるっていうところが一番いわゆるいい自分の思ってる体を保つっていう意味では非常に大事にはなるので、まあ、そういう点ではやっぱり筋肉っていうのは必要になってきますし、まあ、そこのところのアドバイスっていうのは普段から、丁寧にお伝えしているところです。すみません、今僕途中で自分が飲んでるところをちょっと一瞬英語入れました。はい、ね、はい、ね、あとはそうですね、無理のないトレーニングは、腰に無理のないトレーニング、そうですね、でもまずきちんと立つところかなと、ね、やっぱり立ってる姿勢で負担が何かかかってる状態で例えば重りを担ぐってなると、より負担のかかってるところには強く、ね、あの症状なりとかストレスがかかってしまうので、まずは何も重りを持ってない状態できちんと立てるっていうところが大事かなと思ってますし、僕自身もトレーニング、運動指導であったり施術であったりするときも、その方がまずきちんと立てるかどうかっていうところはまず見させていただいているので、その美しい、はい、見てて美しい姿勢ってあるじゃないですか、はいはいはい、それはやっぱりそのいい姿勢なんですか。あ、そうですね、まあ、それこそこの間オリンピックがありましたけど、やっぱり高いパフォーマンスが出せる選手っていうのはやっぱり体の使い方上手ですし、うん、姿勢であったり動作っていうのが美しくなるので、うん、まあ、あれが本当に言ったら理想ではあるんですけど、そのために必要なものが何かっていうところを僕らのはお仕事を通じてお伝えさせてもらってるっていうところですね、うん、僕まだ見られてないんですけど、この間僕らの時代っていう日曜日の朝にやってるフジテレビの3人出てくるやつで、草笛光子さんやったかなと、女優さん3人で出てて、3人とも背もたれのある椅子だけど誰も背もたれを、ね、使ってなかったっていう書き込みがあって、うん、なんかそれ読むだけでなんかシャキッと、そうですね、そういうの聞くとよ、ね、多分おそらく今聞かれてる視聴者さんも、ね、ええ、いやいやもうみんな飲んでるからもうなーとしてると思いますけど、ね、でもそういうところだと思いますね、うん、で多分そのいい姿勢を作ることっていうのももちろん大事なんですけど、言ったら自然といい姿勢になってる状態に持っていくっていうのが僕は大事かなと、うん、多分おそらくその姿勢が作れてない方にいい姿勢を取ってくださいって言うと、多分どこかしら不自然にはなってしまうので、うん、言ったら無意識な状態でいい姿勢になれるような筋肉のバランスであったりとか体のバランスっていうところを作るのが我々の仕事かなというふうに思ってます。あとその例えば腰のところで言うと、なんかその骨盤がどうのとかでね、はいはい、いう話が出てきた時に、まあすごく大事なことやからなるほどなって思いたい自分と、なんかこう眉つばっていうか、その骨なんか腰を入れてとか、はいはいはい、骨盤がどうのとか、そこに背骨がどうの、いや自分でブロックでも組むんやったらね、こうなんかこの形をこうしたらできるけど、はいはい、そんなんできるかいって思う、なんか信じられへん自分もいたりするんですけど、はい、いやでもその通りだと思います、ね、意識して作るって基本的に無理なんで、うん、基本的には無意識でできることをやらないといけないとは思うんですけどね、はい、まあ、奥さんも見てはるでしょうから、もうこれ通じたりしましょう、はい、はい、それこそいわゆる整骨院であったりとか、はい、ジムであったり、その骨盤歪んでませんかみたいな言葉ってよく聞いたり、ね、ありますよね、あるんですけど、骨盤なんて歪むかと思う、まあそうね、骨で言ったら思いますけど、ね、ただその歪むっていうのも、そのどこを見て歪んでるのかっていうところですよね、その筋肉の例えば左右のバランスで、うん、ちょっとその全体的に左向いてるであったり右向いてるっていうことは考えられると思うんですけど、なるほど、でも骨っていうのも硬い物質なんで、はい、あれ自身が歪むっていうことっていうのは正直あまり考えにくいのかなと、うん、
でも実は体積比で、コラーゲンが半分なんですよね。それが土台になってそこに、カルシウムがついてくるっていうことをラジオコマーシャルでは言ってるんです。今バランスボールの話が出てますが、バランスボールの使い方次第ですね。使いますけどね。そう、使いそうですね。トレーニングの中では確かに使いますけど、ただでもやっぱり安定した土台のところにきちんとまず立てない、座れないっていうのであれば、まずはそこできちんと立って座って、どうしてもやっぱなんか土台を不安定にした中でやると、奥さんこれ顔を見えてますみたいな、これでこれで今チャットは外れましたから、はい、これで見えてますけど。不安定なところでやると、ね、バランスであったり、それこそさっきおっしゃった体幹が鍛えられるみたいなのが、イメージはあるんですけど、でもやっぱり、いわゆるフラットなサーフェスでしっかり立てるとか、座れる、動けるっていうところがやっぱり前提にはなるんじゃないかなと。骨盤の話で言ったら、今こう僕ら硬い椅子に座らせてもらってるんで、この座骨っていう、はい、お尻の両方の骨、座骨神経痛の座骨ですね。そうです。その骨が右と左あるので、はい、それが両方乗ってればいいって感じですかね。この右のお尻、こう手を入れてもらった時に、はい、両方の骨が右左、うん、椅子についてれば基本的にバランスよく座れてるって感じです。それが例えば右しか乗ってないとか左しか乗ってないとなると、ちょっとこう傾いた座り方になってるんで、それは結構腰痛の原因になるんで、これを座った時に、要は右のお尻の山ってあるじゃないですか、はい、山の右左が均等に乗ってるっていうのが一つの目安にすれば分かりやすいです。これね、今、まあ、僕こうやって YouTube とかのスタジオ作ってやってる人間から言うと、はい、今の話で言うと、もちろん皆さんはパーソナルトレーナーだから、パーソナルでその場所で皆さんね、お客さんに来てもらってやるんですけど、これ今ネットでつないで誰かの家でこうしてって言って、まあ、ズームなりなんなりでやったら、そういうことって分かって指導できたりはするんですか？そう、やっぱりリアルより劣るから、あ、まあまあもちろん、ね、もちろんそうですよね。でもやっぱりこうはっきり出るところに関してはお伝えできるのかなと。いやね、もしここでなんかいろいろ教えてもらうときに、こうやって今日はチャットで質問してもらってるんですけど、なかなかこうテキストベースでは分かれへんことあるじゃないですか。うん、なんかそうなんできたら面白いな。ある程度は伝えれる。そうですね。それこそ今ちょっと小森さん目向かってるパソコンとかだと、例えば、体の不調があるっていうことで、例えば仕事中のデスクがずっと、はい、パソコンが左方向にあるみたいな、っていう方だと体はどうしてもやっぱり左方向向いてるんで、それでずっと長い時間いると、うん、そのバランス崩れてしまって、なるほど、どこかにちょっと不調が出たりとかっていうことは全然考えられるんで、それで言うとね、僕あれなんですよ、国与さんからいただいた一日座ってるだけで100キロカロリーやったかな、座ってるだけでエクササイズになるっていう、15、6万する椅子があって、ラジオもそれでやらせてもらって、で会社 の, まあ、社長室はないんですけど、そこの椅子もそれにしてるんで、ここもまた持ってこようと思ってるんですけど、やっぱりまあだからそういうその日々普通に座ってるのも大事なんですよ ね、 ですね。体の不調は結構そういうところですね。何気ない普段やってることを、うん、例えば本当にテレビの字であったりとか、そういうところから起こってることは結構多いので、なるほど。これチャットがまたこれで、これあ本当か、これどなしたいんや。そろそろ僕もだいぶ酔っ払ってきております。
9時になります。皆さん最後何かスパチャしていただいても結構ですし何か質問ございましたら。靴も結構大事ですよ、ね、靴今ちょうど社会活動ですかね。靴のコメントあるね。靴があるということを見つけました。6位ってのは結構幅広いですね。幅広いです ね人によって違いますもん ね。そうですね。僕でも、そんなにないですもん ね。でも僕もそのやっぱり特にメーカーさんで選んでしまってたりすると自分の足で合ってないみたいな、僕も昔はナイキ履いてたんですけど、はい、やっぱりちょっと狭いと。うわっ、しまった、来ました、50円中村さん、ありがとうございます。中村さん、ごちそうさまです。中村さん、ありがとうございます。いや、この間部屋を片付けてたら、その人、ナイキじゃなくて、どこだろう、もうマラソンの選手の靴、今厚底じゃない薄底のやつを作ってらっしゃる方のところへ取材に行って、何万円かな、3万円ぐらいで作っていたやつが出てきて、一回も履いてないんですけど、めっちゃ軽いんですよ。で、それも本当に足全部測定して作ってくれて、でたまたま僕の前にどっかの駅伝部にいる子がお母さんと一緒に来てて、あ、この靴履いたら君の記録30分伸びるから、30分短くなるって、マラソンで30分短くなるってすごいじゃないですか。そんなあるんですよね。だからその靴が合うか合わへんかで、まあ、そうですね。で僕は多分そのいわゆる無理してちょっとナイキ、はい、細いの履いてたのかな、今そのニューバランス履いてるんですけど、それ自分には合ったっていうところで、ただでもそれが他の人に合うかっていったらまた別の話にはなってくるんで、なんて言ったらそういう有名な選手がどこどこのメーカーを履いてるからこれを履いたら速くなるっていうのが一人一人に当てはまるかっていったらまた別の話にはなってくるんで、そこまた難しいところですよね。天神橋筋商店街を南の方へ歩いて行ったところで、靴屋さんがあって、そこに、僕まあ大きいと思われてますけど、まあ、28か29なんで体の割に小さい足なんですけど、で行ったら60センチ以上のスニーカーのこんな模型というか こんなやつがあって、なんかもうこの街はね、もう本当混沌としてますよ。まあ何があってもおかしくない。あ、シックスパッド、あ、これシックスパッドはどうなんですか。これまあ僕の知り合いの方がやってはるところなんで、なかなか。僕リハビリに使うんだったら効果でいいかなと。効果っていうのを何で取られるかもしれない、痩せるとかって言われるとちょっとそれは語弊があるかなと思いますけど、まあ言っても中周波だったっけ、中周波刺激なんで、まあいわゆるスポーツになりましょう。ありがとうございます、ゆきさん。ありがとうございます。初スパチャ。いや、でも、いや、そうなんですよ、ね、僕、一緒にラジオやってた太田浩二さんっていうね、まあ、僕らは太田浩二って言ってるんですけど、まあ、一時期それはもう日本でね、青森県太田浩二って言ったらそれでファンレター届いた人ですから、で、その人がお腹がぽっこりなんですけど、僕が あれをやり始めた時にそんなもん全然あかんとあかんというか、その少なくともその脂肪が落ちるっていうようなことは別にないよって言って、特にコンビさんみたいにやっぱり体大きな方で、筋力ある程度ある方にとっては刺激自体がやっぱりちょっと弱く感じてしまう可能性もありますし、それこそさっき言った機能を低下してしまった方に対して自分の運動をちょっと助けてくれるような目的で使うのがあります。リハビリという、今度はリハビリ機器なんで、リハビリとか治療に近い感じだから、鍛えるっていうイメージだとちょっと弱いかなっていう感じですかね、イメージは。ただ
でもやっぱアスリートがあえてつけてるのをやるとあれだけで鍛えられるんだっていう、うん、やっぱりちょっとイメージだけが先行してしまってるのがもしかしたらあるかもしれないです、ね、なるほど、うん、まあ、僕、まあまあ、松下さんのところで、まあ、松下さんっていう会社のところがやってあるところがよく知ってるからあれなんですけど、あんなん CM で出てる人って何もやってなくてもそんな体の人やったって思いますやん。それを言っちゃうとね、そうですね、大体 CM そうです。そうでしょ。その綾瀬はるかが出てきてこれをしたら綺麗になりますって、もともと綺麗やんかみたいな話じゃないですか。ね、シックスパッドもあるね、有名なアスリートがバーン出てるんで、はい、もともとシックスパッドになってる、はい、だからシックスパッドの人がつけて8パッドになってるんだから、そうですね、すごい、まあ、本当すごい機会ですよね。目的にするか、はい、まあ、それはもう本当にパーソナルトレーニングは多分一緒だと思うんですけど、自分がどうなりたいかとか、はい、何を目的にしてるかによって選ぶトレーナーが変われば選ぶ機材も多分変わっていくっていうところなんで、 なかなか僕たちもこれが正解ですよっていうのは伝えにくいっていうのは難しいですね、うんうん、最後に一つ聞いていいですか。なんで金髪にしてるんですか。あ、なるほど。あの、で、下の方は黒じゃないですか。まあ、僕らからしたらもう嫌味でしかないんですけど。いや、これ僕もあの社会人になりたっての頃にこれ学生までずっと黒だったんですよ。逆なんですよね。学生の頃金髪にして社会人で黒になるってことだったんですけど、僕たまたまその学生の頃からパーソナルトレーニングっていうお仕事させてもらってて、で、就職せずにそのままフリーで活動しようってなった時に、うん、まあ、最初はもうちょっと仕事がないっていうので、うん、なんか今の現状から何か変えないといけないなっていうところで髪の毛に至ったっていう感じですね。本当にもうそういうすごいしょうもない話ですけど、いやいや、銀髪っていうかいろんな色にしてますからね。そうですね、今もいろいろ落ち着いたっていうことで、ね、本当に青からピンクから緑からいろいろした中で、はい、で、ただ和田ちゃんみたいなですね。そうですね、でそれで最初に書いた時にたまたまお客さんが名前覚えてないんだけど、あの金髪のトレーナーの方に見てもらいましたっていうのでリピートがついたのがあったんで、ちょっと験担ぎの意味も含め今もずっと、まあ、1ヶ月に1回ほど、あ、名前の金から来てるわけじゃないですか。で、そう、そっちじゃないですよね。そうなんです、はい、そっちじゃないんですけど、たまたまそういうので名前覚えてないけど、ね、金髪のトレーナーさんに見てもらったっていうのがたまたまその事務局に連絡が入ったのがあって、やっぱりちょっと目立つ方が分かりやすいかなっていう。それはだって今日もね、実はここへ来はって声かけてくれはったおっちゃんがいてて、あんたなんか梅田の辺におったよなって言って、第3ビルで、ね、会社やから、でその前テレビで出てたよなって、で10年20年前のイメージで僕はここで普通に座ってパソコンしてたんですよ。それでも前通って言ってくれはるっていうのはやっぱりね、こんな体やからしかないですからね。僕の意味ではですね、僕 今でこそね、そうですね、ロンゲであるんですけど、僕ロン毛で色いっぱい入れてたんで、はいはい、奥さん見てありますか。で僕の奥さんの方がもっと広い、ね、そうですね、もう、もう刈り上げで、はい、もう色がもう七変化なんで、へえ、もうレインボーですね、うん、でもう 今何やったかな、青っぽい色かな。今なんで分からへんんですか。今は青っぽい色、はい、いやもうしょっちゅう変えてるんで、はい、どうやったかな、ほんで青っぽい色だったり、うん、赤だったり、僕もピンクだったりオレンジだったりしてたんですけど、うん、今はちょっと落ちてますけどね。へえ、もう刈り上げて、うん、アニアニでな、そうですっていう感じなんで、多分その影響があると思いますね、間違いなく。まあ、でも覚えてはもらえます。もともと性格が結構人見知りなんで、なんかそういう髪の毛でいじってもらって話のネタじゃないんですけど、うん、できたらいいかなみたいな。覚えられる可能性ありますね。あ、
ナチュラルシコリ。ナチュラルシコリ。いつもそんな話をしてますけどもね。はい、あ、普通、普通ですって。あれをナチュラルだと思ってるのであれば、ちょっと大変なことですね。のりこさん。だいぶ来てますよ。そんな感じでございます。はい。ありがとうございました。じゃあまた本当に、パーソナルトレーニングとは何なのかとか、どうしたらいいのかみたいなことは、一度ここでやらせていただいて、で、ね、その上で、実は、まあ、今日、なんで来られてるかっていうと、今、この今日来られている方は、私の、お仕事でお世話になっているところの皆さんなんで、アントリジャンのお仕事のことで関係のある皆さんなんです。まあ、そういったことが、この場を通じて、こう、皆さんに広がっていって、それでお役に立てることがあればっていうのが、はい、そういう思いでございますので、今日もありがとうございました。ありがとうございました。では、スパチャするなら、もうあともうほんの、もう数秒しかありませんから、スパチャ面白いですね。慌ててやっていただいたらいいと思いますし、昨日みたいに間違って何をやってるか分かれへんと思ってやられたらありましたけど、とりあえずあの弁当屋でちょうどおかずセットを買ってくるとちょうどいいというのが今日分かったというのが大収穫でございました。それでは皆さん、そろそろ、今日のところはこの辺にしといたらばというところです。明日は真面目な話、子宮頸がんワクチンの話をやります。で、それは僕がほんまにちょっとショックやったのが、子宮頸がんワクチンの話っていうのは女の人の話で、男のもう僕ぐらいの年齢の人間にとっては関係ない話やって思って、まあ、朝日新聞がナイトキャンペーンやったことについては知ってましたけど、ちょっと考え方が知らないことがあまりにも多すぎたっていうところがありますので、皆さんのこれからの健康であったりとか、皆さんのお子さんとかお孫さんの今後の人生を考えると、まあ、知っておいてほしいって思うことがあるなと思ったから、明日来ていただきますので、どうぞ明日の、午後7時からの配信予定、もしまあそれに間に合わなければアーカイブは残りますので、今日は本当はそのお話をするというとても大事な配信だったんですけど、今日も酔っ払ってしまいました。明日何時ですか？19時です。明日言いましたやんか、明日夜7時って何回言うんですか？19時です、はい、明日夜7時からやりますので、はい、では最後はいつものように、綺麗なカラーバーをご覧くださいませ。おやすみなさい。